はよう。結局アンズちゃんはずっと外に、あれどこにいるんだ、アンズさん、あ、いたここでしたか、アンズさん。アンズちゃん、おはよう。ケージには戻らなかったようですね。もう何日目かな。たまにですね、開きっぱなしのケージの、3階まで登って、ハンモックに入るというようなことはしますが、もうこの時点では、ケージの扉を閉めるっていう感覚がないです。ということは、まあ、家猫と同じようにですね、寝床として使うというような形になっています。ただし明日からですね、新しい白猫カオリンちゃんという子が来ます。その子に3階建ての、ケージは明け渡していただき、2階建てのケージを新たに出すのでですね、そちらの方で、お休みください。またはご飯もそこで食べてください。アンズちゃんがいいお父さんとお母さんに巡り合った時にですね、ケージにいることがストレスになるようでは困りますんで、慣れようね。もう一回ちょっと一からよろしくね。アンズちゃんはジャン君のベッドで寝ています。そしてポンちゃんはケージからここに戻ってきましたね。ひょっとしてジャン君のベッドに入れなくてここにいるんでしょうか。あ、気がついた。あ、アンズちゃんが出た。あ、アンズちゃん。アンズちゃん、気を利かしたんですか。そこがいいな。
よいしょ。白猫のカオリンちゃんを迎えるためにですね、3階建てケージを今全部きれいにしています、このあと、キャットタワーのスギニャンを解体し、そこに2階建てのケージを設置します。その2階建てケージは、アンズちゃん用なんですが、アンズちゃんはあまりケージの中で、過ごしませんので、そちらは開放型というふうにしようと思っています。はい、ジェン君、3階建てのケージは清潔に今もう一回掃除しようかな。そしてこちらにはこれが、ジャンポンアンズ教養、なんだろうね、アスレチックみたいなものになっちゃうかな、ということになります。ジャン君ベッドからちょっと落ちそうになってるよ。できないの、でもお水の。ああ、そっか。アンズちゃん。アンズちゃん。アンジュちゃんどうかな、フリフリ、おいしいね。はい、ご飯だよ。おいで、おいで、アンジュちゃん。アンジュ、今日はこっちに入ってもらいたいんです。じゃあ久しぶりにさ、こっち入ってみたくない？アンジュさん。アンジュちゃん、おいで。おいで。はい、アンズちゃん、はい、上にご飯あるんだよ。アンズちゃん、ご飯、アンズちゃん、上にご飯あるよ。明日の朝ですね、白猫のカオリンちゃんが来ます。そのカオリンちゃんがケージの中に入るまでの時間、このケージの中で過ごしていただきたいんですよ。よろしくお願いします。アンズちゃん、ほら今日ね、お客さん来たらずっと冷蔵庫に隠れてたからね。あれ、冷蔵庫の脇、脇ね。ちょっとここで半日ほどくつろいでいただけますか、そこ。ほら、ご飯だよ、アンズちゃん。よろしくね。食べてね。ご飯どうぞ。どうぞ。さっき食べたよ、美味しかったでしょ。はい、じゃあポンちゃん。
こだよ。ジャン君、ジャン君を食べ。どうぞ、はい、どうぞ、どうぞ。おいしいよ、チュールもついてるよ。からの、アンズちゃん。じゃあ食べてください。